ままもう少し歩こう肩を抱き消えゆく夢を数え枯れてく仲間を見た通い慣れた道に迷い込むこの頃闇がもう一人の自分を作る乾いた叫びがくじけそうな胸を突き刺す君を誘って世界を見たいな当たった予言女生徒を狙う大予言の牙下がれ下がれ偉大なる予言者小倉の様がお通りになる道を開けろなんだこりゃ知らないの最近話題の超能力少年よ超能力少年うん未来のことが見通せてそれが結構当たるんだって昼休みになると女子いないでしょ占ってもらいに行ってるのこないだ A 組の子の家が火事になったのも当てたんだってそれで有名になったんだよねまあ私はそういうの全然信用しないけど俺占ってもらおうなそういうのが結構当たるんだよユギ俺たちも占ってもらいに行こうぜそうかそういうのはちょっとそうだそんなうさんくさい言動で人心を惑わすなどもってのほかだ理解委員として見逃すわけにはいかんユギ行くぞ苦しい待てそんなの理解委員の仕事じゃねえだろ結局てめえも占ってもらいたいんだろうが美穂との相性をな何をユカキ様ちょっとまったく美穂あんたは行かないの美穂興味ないわ美穂の未来は遺産たっぷりの王子様と結婚するって決まってるし、はあ、あんたならできるわただいま小倉の様が到着されたでは最初の方どうぞ小倉の様美人薄命って言うんですけど私長生きできますか見えますあなたは死ぬことのない限り生きていくでしょうすごい人だかり。ち、女子ばっかで恥ずかしいぜ。俺様が占いなんてよく考えるとカッコ悪いが。よし、ここはごまかすぜ。まいったなぁ。本田の占い好きに無理やり付き合わされちゃったよ。貴様、どこまで卑怯なやつ。そこ、うるさい。すいません。小倉の様は全神経を集中して身力を高めていらっしゃるの。あなたたちのようなものの持つ負のエネルギーが道からの妨げになるのよ騒ぐのなら出て行ってもらいます悪い悪いそんなこと言わないでさちょこっと占ってよ君それはちょっと違いますよは私は占い師ではない手相、易学、四柱推命、気学、風水、占星術いずれの占いも過去の統計学上から答えを導き出しているに過ぎません。あくまで過去の。しかし、私の力は未来のビジョンを見通す超能力、予言なのですよ。
はあ、ま、なんでもいいや。はい、見て。全く分かっていないようですね。待て待て、それより何よりこれは何だ。神聖なる掃除用具入れをこんなことに使うとは、美化院として見過ごすわけ。あなたには一流の女性と幸せに結婚しているビジョンが見えますよ。え、幸せになろうね、美穂。やはり俺は結構でかかったな。小倉の玉、大丈夫ですか？なんとも、私には分かっていましたからね。これは今朝、私の力で見通した未来のビジョンを書き綴ったものです。今日、地震来る。小倉の様に拍手。これは本物だ、本物だぜ。当たり前だ、初めから疑う余地などない。あ、帰ってきたわよ。ん、どうだった？どうせ当たり障りのないこと言われたんでしょ。バカ野郎、あれ本物だぜ。またまた。本当だ、俺の未来はロスで警官やってるそうだ。絶対信じられない。なんだと？美穂ちゃん、幸せな家庭を作ろうね。なんか完璧信じちゃってるな。ああいう予言、手品であるんだけど、まあいっか。これもゲームの一種だと思えば。種明かしするのはルール違反だもんね。ユウギ、一緒に帰ろう。バイト？今日はお休み。帰りにサテンでも寄ろっか。おごっちゃうぞ。うん、やだ。さあ行こう。まさきあんずさん。小倉野くん、あなた自分の未来に興味はないんですか？は？いえ、女子生徒の中で私のところへ来ないのはあなたと野坂美穂の二人だけなんですよ。まあ人生を舐め切っている野坂美穂は仕方ないとして、なぜあなたが来ないのかちょっと気になったものでね。なんでって言われてもね。悪いけど私そういうのを信じないんだ。未来は自分で作るものでしょ。無礼な、小倉の様の力を疑うのか。信じる信じないは勝手でしょ。予言の押し売りはごめんよ。行こう、遊戯。うん。さすがあんた、あんたには占いなんて似合わないよね。ほれ、早く。あ、小倉の様の道からを信用しない奴がいるとは。まあいいでしょう、そのうちわかりますよ、私の力がね。ああ、かったりの。どうした？つまんない顔して。チッ、女子はいいよな、テニスで。俺ら柔道だぜ、柔道。かったり。何を言う？柔道こそ男の基本。一家の大黒柱になるのだからな、鍛えねば。おお、超能力少年。また私めに何かお告げを。いやちょっとビジョンが二つ見えたものでね、それを伝えに。ビジョン？君、襲いかかる光に注意しなさい。な、なに、俺、嘘。まさきさん、あなたの知らないところであなたを見守っている男性がいますよ。え？何それ？詳しく知りたければ私のところへいらっしゃい。別にそんなの知りたくないわよ。そうですか。小倉の様、何でしょう、襲いかかる光って。もしかして不吉なことでしょうか。ねえねえ、このマントの下どうなってるの？いかんよ、こら、よさないか。人生を舐め切っている者に用はない。小倉の様、教えて。やめて。バカバカしい。話せ話せ。まさきアンズ、私の予言が気にならないはずはない。きっと私のところへ来ますよ、きっとね。教えて。ちっ
マンズを見守る男性って本当にいるのかな。今の私は無敵だ。そう、頭にきた。なんだ、俺に本気出させたいってか。ふん、バラ色の未来を背負った俺に勝てるわけがあるまい。あ、うるせえ。どまい。私の知らないところで私を見守っている男性か。ないない、そんなのいるわけないって。アンズ何笑ってんの。ちょっとミホやめてよ。さあ行くぞアンズ。まさかあの人のこと。どうしたのアンズ。ううん、そんなことあるはずか。ちょっとちょっと、体育館のこと聞いた？天井から照明が落ちたんだって。城之内くん、早うく大怪我するとこだったらしいよ。え？襲いかかる光に注意しない。また小倉の様の予言が当たったらしいって大騒ぎ。そう？偶然でしょ。ねえアンズ。アンズ、どうして急に小倉野くんのところへ行くの？ん？ちょっとね。もしかして心当たりあるんだ、見守ってくれる人。ううん、そんなんじゃないんだけど、城之内の予言も当たったらしいし、一度見てもらうのも悪くないかなって。アンズ、待って。まさきアンズさん、ようこそ。分かってましたよ、君が来ること。まさきアンズ放課後に来る。どうです、もう私の力を疑う理由はないでしょう。それはともかく、私に見えたビジョンのこと詳しく教えて。いいでしょう、では手を。おほう、柔らかい手ですね。け、気持ち悪い。アンズの手を。見えます、見えますよ、あなたのビジョンが。あなたを見守る影の男性は間もなくあなたの前に姿を現すでしょう。え、本当に？今日の6時、理科室で待っていてごらんなさい。そこであなたは彼に身を任せることになるでしょう。あの声の人が。アンズ、やっぱり予言信じちゃうの？ユギ、こんなの、こんなのインチキだよ。何？面白いこと言いますね。私の超能力がインチキだと。だって見たことあるよ、こういう手品。例えばアンズが来る時間だって何種類も書いておいて、本当に来た時にその中の一枚を見せれば最初から予言したように見えるんだ。なるほど、確かにそういう手品もあるかもしれません。でも他の予言はどうです？それは分かんないけど。でも見守る人の予言なんて嘘だよ。遊戯。コクランド様、あなた、コクランド様の力が信じられないっていうの？見える、見えますよ、あなたの未来が。天より無数の文字が降り注ぎ、あなたに大いなる災いをもたらすでしょう。
気をつけた方がいいですよ。遊戯、遊戯、元気出しなよ。予言が全部当たるわけないんだから。でも、アンズは行くんでしょ、理科室。やっぱちょっと気になるじゃない、ストーカーかもしれないしさ。とにかく遊戯は気にすることないって。じゃね、アンズ。僕には関係ないか、アンズに好きな人ができたって。それなのにやきもち焼いて種明かしなんかしちゃって、ゲームのルール破っちゃった。自己嫌悪。図書室のだ。しょうがないな。ここら辺かな。なるほど、無数の文字ね。やはり小倉野は自分が予言したことを自分で実行していたに過ぎない。とんだ超能力者だぜ。だとしたら次はアンズが危ない。本当にあの時の人かな。声だけしかわからないけど。私の予言は当たったでしょう。何言ってんの、誰も来ないわよ。いますよ、ここに。最初からこれが狙い。あれ、どうしたんだろう、力が入らない。そしてほーら、僕に身を任せる運命でしょ。僕に超能力がある限り、どんなことだって思い通りだ。永遠に人気者なんだ。それはどうかな。俺への予言は外れたようだな。お前は、お前の予言は全てインチキだ。火事も体育館の照明も全部お前が自分で演出していたに過ぎない。超能力者を気取りたくてな。何のことかな。とぼけるならそれでもいいさ。小倉のゲームの時間だ。ゲームの時間だ。嬉しい、本当に来てくれたんだ。今日こそ顔見なきゃ。あれ、なんでこんなに眠いんだろう。眠い。超能力者である私に挑んでくるとは、いい根性ですね。お前の好きなクロロホルムの瓶、ゲームはこの瓶を使うことにする。お前が勝てば俺は黙ってこっから消えてやる。なるほど、いいでしょう。で、ゲームの方法は？いいか、今から1分ごとに長身が糸を1本ずつ切り落とす。その糸がどの瓶につながっているかはわからない。俺たちは順番に切り落とされた瓶を受け止めていくんだ。もし遅れれば瓶の中身はクロロホルム。そのまま気絶して無様な姿を晒すことになる。距離的にはかなりギリギリだ。一瞬の勘が頼りだな。俺から行くぜ。まずは成功だな。いいでしょう、私の番ですよね。私には見えますよ、次に落ちる瓶が。どれだ、どれが落ちる。間に合わなければ。なんだかな、怖い。うわっ、どうです、さすがだ。届かない。私
の勝ちです。何こんな小倉の足を引っ掛けるのもお前の超能力か。私は知りませんよ。まあいいさ、それがお前の超能力だ。これが俺の超能力だ。さて、両端とは一番難しい位置が残ったな。間違えたらカバーのしようがないぜ。もっとも超能力ならどっちの瓶が落ちるか簡単に見通せるだろうがな。僕には見えるぞ。落ちるのはこっちです。さあ怖い。闇の扉が開かれた。しまった。ほやほや、マントの下は予言がいっぱい。自分の惨めな未来は見えなかったようだな。また助けてくれたんだ。怪我してる。手当てしなくちゃ。手当て。あんなに信じてたのによ。全部インチキだったとはな。未来なんか分かんない方がいいんだって。ミホも分かってるけどね。あんたはいいのよ。しかし今回一番ダメージ受けたのはあいつだな。おはよう本田くん。そんなにくよくよすることないよ。自分の未来は自分でゲットしなくちゃ。ミホちゃん一緒に頑張ろう。あいつ、ミホが考えている未来分かってんのか。でも、あんちとミホちゃんの言う通りだね。未来はどうなるか分からないんだから。うん、結局、どこの誰か分かんなかった。ゲームの時間だ。二人とも、早くしないと遅刻するよ。あ、うん、あんち、行こう。なんで、なんで勇気が。私を助けてくれた人、あれは勇気だったの。それを確かめたくて勇気を連れ出した遊園地で今度は爆弾魔なんて。私の乗っている観覧車にも爆弾が仕掛けられて絶体絶命。そして勇気を見つめる謎のストーカー、城之内には素敵な年上の女性が現れる。次回爆破ゲームで最悪デート。遊戯、やっぱりあなたなの？